ロビン、おめえとんでもねお姫様に悪いことした？ビビちゃん叫ぶな。なんだマリモ剣士。それよりサンジ、肉を。あ、まあまあ、人生私もう死んでるんですけど。ウォーターセブンでは別れと出会いの連続だ。あそこではロビンはいなくなるし、ウソップはメリーの。俺すげえ悲しかったんだ。メリー。長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船代冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める巨大査定の結果、致命的な損傷を受けていることが判明。ゴーイングメリー号は苦楽を共にしてきた大切な仲間だが、航海を続けるためにはルフィは苦渋の末、このウォーターセブンでゴーイングメリー号と別れることを宣言した。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう治せねえんだよ。どうしても治らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今更お前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもお前みてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りに、この先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら、今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィ、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。事件が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー・ディ・ルフィ、俺と決闘しろ。約束の時間だ。ウソップが来るぞ。お前ら船から降りてくるなよ。おじけづかずに来たな。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段はつけてきた。
進化炸裂サボテン虫。この位置を知らねえ。今までの敵と一緒にするな、ルフィ。俺とお前は長い付き合いだ。お前の能力はよく知ってる。聞いて驚くなよ、ルフィ。俺には発生人の部下がいる。前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。ストップさ、やろう、真面目にやれ。バカバカしいか。大待ちだぞ、ルフィ。これが俺の戦闘だ。やっぱ強えな。仕掛けた罠を使うか。失散。あれを攻撃すれば、足元に気をつけろよ。まきびし地獄だ。あれを攻撃すれば、炸裂サボテン玉みこし。衝撃！お前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れて、この先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。